9月7日から松山市港町の伊予鉄高島屋南館市民ふれあいギャラリーで松山四季の会第15回写真展が開かれています。この写真展では松山四季の会のメンバーが春夏秋冬それぞれの季節をテーマに撮影した作品41点が並んでいます。コロナウイルスの影響で途絶えていたこの写真展も3年ぶりに開催され、大阪、東京でも活躍している写真家矢野道夫さんをはじめとした作家11名が参加しました。会場に並んだ作品一つ一つが春夏秋冬の美しい風景を切り取っていました。今回の見どころはですね、2年間この高島屋のその四季の会が休みましたんで、初めてやったわけですけども、みんながもうどうしようどうするものもう取る気もなくなったいうことがねありまして、ともかく1年前から取ってくれ取ってくれということでね、やっとこさこういう展示になったわけです。だから3年間の積もった個々の写真がここに飾られているというわけですね。北梅本の池に行った時にコウノトリがおったんですよ。でこれが面白いということで、毎日毎日ねコウノトリがどういう生活をしているかなということでね、撮らせていただいた写真の1枚です。で大体合計10羽、来たわけですけどね。でその時の写真です。これまあ 4枚出るんですけどね、なかなかみんないい写真と撮られてました。この写真展は9月12日まで伊予鉄高島屋南館2階市民ふれあいギャラリーで開かれています。美しい作品を一つ一つじっくりと楽しんでみてはいかがでしょうか。